皆さん、こんにちは、こんばんは。ベクドリーンです。はい、今日は、手袋しないでやります。すいません。やっぱりですね、手袋してるとやりにくさが感じて、どうしても、申し訳ないです。私の場合は手袋なしでやりたいと思います。すいません。はい。多分、手袋した方がいいよって、言われるかもしれないんですけど、ご理解ください。で、今日は、ネックレスを作ろうと思います。で、材料紹介。まず、こちらの、カラーワークです。これはダイソーで売られているカラーワークですね。はい。で、これと、つなげていきたいと思、思うのが、こちら、メルカリで買ったものです。これと、この部分と、こんな感じで繋げていけたらいいなと思っています。はい。そして、今日の材料紹介ですね。はい。この、モールドと、ダイソーのカラーワークと、レジン液は、こちらの宝粘土さんの高粘土タイプですね。高粘土タイプと、マサルムなんだ。天然、ノーマルタイプですね。はい、カラー枠はこちらを使います。で、モールドはこちらを使う予定です。そして、福袋に入っていた着色剤、ルーズピンク。すみません、これアングル変えた方がいいのかな？すみません、見えない。あ、見えました。はい、ルーズピンクですね。福袋に入っていた。この色が可愛い色なので、ちょっと使いたいと思います。ただ今回は、この色を使って、モスピンクみたいな感じで使えたらいいなと思っています。そしてこちらに、前回の、前回の残りのこのレジン液の、ブラックですね。はい、ブラックが入ってるんですけど、ちょっとケースが黒いので分かりづらいと思いますが、お許しください。そして、こちらのフェアリーダストパウダーですね。はい、これはですね、ちょっと、正直フェイスパウダーのものなんですけど、フェアリーダストパウダーとしても活用ができるというものになっております。はい。で、やっていきましょう。で、今回、このルーズピンク、そして、ブラック、それから、フェアリーダストパウダーが混ぜたものが、こちらになります。ちょっとモスピンクに見えないよね。ちょっとこの色でやっていこうかなと思います。この原色でやるとちょっとね、明るすぎて、ちょっと年配の、40歳、30歳の方にとってはちょっと明るすぎるかなと思って、このようにブラックを入れたりとか、フェアリーダストパウダーを入れて、パール感を出してみました。はい。そして、このブラックですね。はい。ではやっていきたいと思いますが、やっていきたいと思いますが、カラー枠をどうしようかな。カラー枠。これでいいか。これ使えるかな？はい、これを、まず、ここに、置いて、ギュッとしたいと思います。で、これは、後ほどまた、使うので、ちょっと脇に置いておきます。はい。こんな感じで、こちらのブラック。今回は、マーブル系にしようかなと
思っているので、これはね、多分これは低粘度タイプのものなんですけど、ちょっとところどころに入れていきたいと思います。本当になんか、思い立った場所に、こう入れている感じで、特に決まりはありません。はい、こんな感じで。で、もうちょっと入れようかな。ここを。こんな感じで、今度は、この作ったピンクを入れていきたいと思います。あれ？私ここ、あ、そっか、部屋があったかいから、高粘度タイプに思えなかった、今。低粘度タイプに見えちゃった。まあ、どこに投げてもいいように、一応ちょっと無言になってしまいました。すいません。はい。で、とりあえずこれはこれいいと思うんですけど、ここからちょっとマーブル系にやっていきたいと思います。もうね、このね、マーブル系は、正直、その時によって変わるので、必ずこうすれば、マーブル系になるってのが、正直わかりません。もうこればっかりはね、できた感じなので、正直自分でも、どうすればきれいにマーブル系になるのって言われても多分、説明のしようがないので、申し訳ないです。このね、ルーズピンクなんですけど、このルーズピンクをちょっとこう、まあ、ちょっと一手間二手間加えると、大人っぽいピンクが作れるんじゃないかなと思ってね、もうね、一生懸命、で、これを混ぜていって、で、これで、ちょっと硬化していきます。あ、今ね、別のがあってんだ。見本をね、これ作ったんですよ。これ、このまま取っちゃうかも。よいしょ。よいしょ、もともとの色は、こういうピンクですね。ルーズピンクって。ただこれだとね、ちょっとこう、まあ、若者の方には、すごくいいんだけど、年配さんの方にはちょっと明るすぎる色だと思うので、こちらのように作ってみました。まあ、うまくなるかどうかはちょっと、
なんか、言い方がなんか今変だったな。なんか、なまってるような言い方が、なまってるような言い方が、なんか、実はね、もう、ひとつ皆さん聞いてくださいよ。すごいショッキングなことが、昨日福袋開け、昨日福袋開けた動画をアップしてると思うんですけど、ね、この着色剤届いて、わぁ、嬉しいと思ったんですよ。で、もともとこれ、この蓋ではなくて、細い棒状の蓋がついてたんですよね。で、この蓋に変えたんですよ。なので、その、もともとの蓋を引っ張ってこうやって入れていくものなんですけど、実は、これね、引っ張ったら、この金具が思いっきり取れちゃって、使えないじゃん、これやばいじゃんって思って、考えて、ちょっと取れないようにしないとダメだと思って、この、高粘度も高い、レジン液を、ちょっとここに足して固めました。わかりますか？ちょっとぽっこりしてるでしょ？もう届いてね、開けた瞬間にもう完全に取れちゃったんですよ。で、私初めてこれ、針金の中身見たけど、この下の部分。数箇所穴が開いてて、そこから、着色剤が、こう入るようになっているんですよ。ちょっと初めて見てびっくりしちゃった。こういう風に、作られているんだなぁと思って。あれなんか着色剤で出たか？そうそうそう。昨日びっくりしちゃった。壊れたかと思って。まあ壊れたは壊れたんですけど、すごいショックだった。取った瞬間、この針金じゃないけど、金具がポロって取れるんだもん。はい、多分、ちょっとこのままだと、裏が硬化できていない可能性があるので、ほんと、これを裏返しにして、硬化します。いやー、もうこのね、針金が、取れちゃった日にはね、ちょっとショックでしたね。いや、どうやったらいいんだろうっていうのがね、さっきね、こうやってね。まあ、今もちょっと、ここ止めようかなと思うんだけど、金具で、こうやって着色剤の、取れないように、塗ってたんですよ。いや、金具、取れる人っているのかな？私さ、初めて、なんでね、金具が取れるの。よくでもないけど、ここが割れたっていうのはありましたね。いや、ここ割れたらもうね、どうしようもならない。で、でも使いたいから、まだ十分着色剤残ってたし。だから、こういう、高粘度の高いレジン液をバーって塗っちゃいました。でも、それで使えるようになったので、よかったんですけどね。これ、あとであれだな。硬化が終わりました。で、ちょっと硬化ができたかどうか、
撮ってみようと思います。怖いんだよね。撮るのが怖い。撮るのが怖い。いや、これちょっと待って。ちょっと待って、これやばくない？なかなか撮れないじゃん。いや、怖い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 、ちょっと待って、怖い、まず怖い。着色剤が取れそうです。怖い。あ、どうだ。どうだ。で、はい、できました。で、裏もしっかり硬化されてます。で、これだけだと、ここに、レジン液を、レジン液を、今ね、母が歯医者さんに行くのを忘れてる。歯医者さん、もうまたひっくり返った。ちょっと待って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 。気泡を取ります。こういう風に、まあ、ちょっとこう、ぷっくりするぐらいに、全体に広げていきます。最近こういうミルジャー使ってなかったです。使ってなかったですよね。ちょっと、ほとんどモールド使いで。あ、ちょっと待って。で、ちょっと待ってね。わわわわわわ。ちょっと待ってくださいね。なんかせっかくだから、せっかくだからさ、なんか、何がいいかな。この上に入れるとしたら、これなんだっけ？これなんだっけ？これは、これはね、違う。これはあれだ。どうしようか。胸も、ブルーはあれだな。ゴールドとシルバー。ちょっと待ってね、今画面上見えないと思うんですけど。これは、こっちが違うな。こっち。結構前に、レジンドーさんで、買ったものをね、
ちょっとこれ地味なので、もうちょっとね、どっち使おうかな。大人っぽさを出すんだったら、こっちって感じがする。木漏れ日。ちょっと追加で。まあ、いつも私追加してますよね。はい、追加で。まあ、せっかくなんで、この、これがね、ちょっとこう、ブラックと、ちょっと地味な色なので、ここでちょっと色、エアコン大丈夫かな？これに少し入れたいと思います。ちょっと待ってね。今のさっきね、着色剤が、今のレジン液が、落っこったね、向こうにね。レジン液取らないとダメだ。ちょっとスマホ揺れたらごめんなさい。はい、もう一つ入れずに入れていきます。で、そしたら、あまり、ラメを入れすぎても、背景の色が見えなくなるという、まあ、可能性も出てきたので、あー、ちょっと待って。違ったな。ちょっと待ってね。あれ、どこだったっけ？どっか、こっから出てる。まあ、せっかくなので、なんかこう、木漏れ日をもうちょっと、まあ、入れすぎてもちょっとね、こんな感じでどうでしょうかね。じゃあ、どうなんでしょうね。ちょっとこれが、若干ちょっとでっか。入れすぎても、邪魔になるし、あ、こんな感じで、こう、なんか、全体にはいかないけど、まあ、全体に近い感じで。これいいですね。自分でやってていいですね、とかって。で、もうちょっと、ゆっくり感を出したいので。なんか平らっぽいんだけど。あ、でもちょっと待って。これで硬化します。まずね、これね、持ってきた方がいいな、ライト。ライトごと持ってきた方が、いいかもしれない。で、これですぐね、ライトを当てます。はい。で、これで、90秒。くらいかな。はい、していきます。まあ、
やっぱりいろいろ考えたんですけど、やっぱりね、レジをやるのに、まあ、30分はね、結構ね、きついですね。1時間は長すぎるけど、まあ、どのぐらいがいいのかな。編集して、話の内容、話の、お話をね、するとね、編集でキッカッとしちゃうと、やっぱね、勝てちゃうので、まあ、ちょっと、時間かかっちゃうかな、せめて40分か、ぐらいかな。難しい。レジンってさ、手の込んだものやろうとすると結構ね、時間かかるんですよね。まあ、しょうがないです。しょうがないですっていうか、ちょっとご理解していただくことになりそうかな。まあ、今ね、ちょうどパソコンがないので、編集がもっとできない。今ね、タイトルバック入れるだけでやっと。あ、終わりました。終わりました。終わったけど、どうぞ。終わったけど、どうかな？こんな感じで。どうなんですかね？これはぜ？いや、地味だよね。え、これ派手って言う人いるのか。で、一応これは置いときます。こっちに。そして、ちょっと一回切ります。はい、すみません。こちらをこういう風にしたから、こっちを何色にしようかなって思うんですけど、グレー。やっぱ、グレー。難しいな。結構ね、グレー。ちょっとごめんなさいね。これにね、色合う色っていうと、難しいですね。まあ、一番いいのがグレーかな。無難な線でいくと。グレーをね。私色見本を今度、作ろうかなと思ってて、じゃないとね、ちょっとさ、着色剤がちょっと、どんどん増えていってるから、どこに何があるんだかわかんなかったです。はい。では、これは、ダイソーの、パステルの、灰色です。で、完全に灰色です。で、灰色を、ちょっと、灰色だけだとちょっとあれなので、まあ、これは、モールなので、こちらの、またの涙を使います。はい。まあ、前はね、あたしあんまり、モールドにはこういう低粘土タイプ、金具には高粘土タイプって、それすらも知らなかったので、なんか、声があります。
で、これは、そうですね。ダイソンのパステルなんですけど、意外とね、灰色って作るのが、あ、そういうことっていうのが、灰色を作るのが、大変なんですよね。白とグレーをさ、混ぜてやっていくうちに、どんどんこう、色合いがうまくつなって、ちょっとこう、硬化不良になっちゃうっていう場合も、あるんですよ。で、このぐらいかな。で、こうやってグレーを混ぜていくでしょ？あ、ちょっと待って、これじゃ足りないかも。大きいのをするので、足りないかもしれない。あ、てかさ、できんやつだ。できんやつがちょっと、やばいじゃん？いや、まだあるんだけど、あることはあるんだけど、できんやつまだあることはあるから、別に大丈夫なんだけど、ちょっとこう、まあ不安っちゃ不安。高粘土タイプは、何本か結構あるんですけど、こういう、ちょっとノーマルかもしくは、低粘土っていうのが意外と持ってるのが少ないんですよね。私。あ、そうだ。で、ちょっとね、このグレーだけが、なので、どうしようかな。これに、グレーだけど、これパウダー混ぜちゃおうかな。もうなんか、これ、これ入れると、なんかこう、パール感が出てくるんだよね。グレーなんだけどさ、こうなんかパール感が出てこないので、ちょっと、スマホ越しで見ると、暗い色になる、なりますよね。ちょっとホワイト入れた方がいいかな。難しい。今度は、こちらの、てかさ、もう時間がやばいじゃん、マジで。こちらの、これを作っていこうと思います。なんですけども、私の作る色って意外と地味な色が多いんだよな。もうね、母にも言うんですよ。地味な色が多いよねって、本当地味なんですよ。色を作ろうとすると。ちょっとこれに、ホワイトを少し足していきます。材料が後からどんどんこう、ちょっと変わってきてるので、後ほど下の概要欄にもいつも、今回記載しておきますね。記載できるかな。なんでね、スマートフォンの文字入力が下手な人間なもんで、時間がかかるんですよ。すごい。なんか下手なんだよね、文字打つのが。だからね、長文でね、
文字打ちっていうのは結構ね、下手なんだよね、声が。長文の文章が。で、これでやっていきます。で、これちょっとね、ここがね、凹んじゃって、こっちの高さとこっちの高さが、アンバランスになっちゃうので、ちょっとこのシリコンで、調節したいと思います。いつもね、これ、こっちがいいかな。あ、やばい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 。ひっくり返すとこだった。これで、ちょっと、テープで止めてみようかな。ちょっとテープで止めてみます。テープで、ちょっと待って、これ角っこだからね。あ、こっちだったらいいな。こっちだったら止められるかな。ね。こっからちょっとこうやって止めて、こうしていこうかな。ちょっとだけこう、なんか、安定感。あ、いいな、いいな。これでいきます。はい。では、これを、あ、一回切りますね。一回切ったんですけど、お薬を飲むために切ったんですけど、ちょっと長くなっちゃうので、申し訳ないので、今回はここまでにしたいと思います。はい、また次回ね、続きを、やりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。それではね、次回の、動画まで。またねー。